どうも皆さん、マッシュです。というわけで、マッシュがお送りします。プリコネリダイブ。というわけでね、来ましたね。水着限定のね、サレンママが登場したんですよね。非常にね、この可愛らしいキャラクターでございますけれどもね。はい。サレンディア95位のね、まあお母様ですよね。まだ若いんですけれども。で、結構能力が強くて、まあユニオンバーストがね、まあ味方全体物理攻撃と魔法攻撃力。これあとさらに移動速度もダイアップさせるってことで、まあ完全に補助系なんですけど、これよりもちょっとね、すごいんじゃないかと思うのは、ここのね、スプラッシュ、ちょっともう一回言っていい？スプラッシュトワリングね。味方全体の TP を大回復させるっていうね、これまあ補助ね、TP ってまあ必殺ゲージのことなんですけど、これさ、かなりすごくない？ま、なんだろう、クエストとかではどうかなっていうところはあるけど、これバトルアリーナとかで言ったらさ、ね、アドバンテージ一気に稼げるよね。だって敵より先にユニオンバースト使える可能性大だもんね。これかなり、ね、壊れてるんじゃないかなと、ぶっ壊れ性能なんじゃないかなと思うんですけど、はい、ちょっと今回はですね、そんな、ちょっとね、強キャラじゃないかと思われるこのね、水着サレンちゃんを狙って、はい、ガチャをね、引いていこうかなと思います。で一応、ちょっとね、水着キャラちゃんのために僕は天井行きまして、もうほとんどね、ジュエルがないんで、今回これで、運営様からいただいたものとかいろいろあるんですけど、まあ、これを狙って、ちょっと今回ね、水着サレンを狙っていこうかなと思います。はい。では最初の10連でね、行こうかなと思います。だから水着キャラちゃん当たらなかったってことは、その、乱数調整でね、このガチャで、ちょうどピックアップが来るんじゃないかなっていう。一つも、前回のあの、復刻のガチャで、当たらなかったっていうね。まあ、動画にもなってないんだけど、一個ももう、あれなのよ。出なかったのよ。ピックアップ。今回こそは出てほしいという。ね、今もう、これで出なかった時にね、もう目がもう死んだ目になるからね。まあ、今回もちょっと出なかったね。あと何回引けるんだ？もうでもそんなにね、今回ジュエルないからね。まあ、あと、50連は狙えるのかな？ 50 連中でいけるかな？ 1 回ぐらいは多分ね、星さん二次演出が多分出てくると思うので、まあ、そこでね、ちょっと期待したいなっていうところ。0.7% なんだね。まだ、ガルパのピックアップに比べたら狙えるっていうところだね。さあ来い。いや、こんなやっぱ今回も。俺思うけど、プリクエのガチャってさ、結構、まあ、もともと 2.5% っていうところもあるけど、ちょっと渋いよね。あんまりプリクエのガチャでいい思い出ないんだけどね。まあ、最近の思いがちょっと強すぎるってのあるけど。さあ、まあ出ないね。どんどん素敵な石が増えていってるわ。これ渋いね。こういうガチャが一番渋い。確定枠しかないっていうのがね。じゃあ、あと20連か。うわ、20連で当たるかな、俺。来た！ちょっと待って、これ来たかもしれんよ。乱数調整。水着キャルちゃんの天井は、ひょっとしてこのための時を待ってたのか。来たぞ！さあ、これはもうね、ほぼ確定じゃないでしょうか。これはね、サレンママじゃないかな、これは。さあ、おいで！サレンママ！やったー！眩しい！バカンスだからって妥協はしないわ。優雅に全力で行くわよ。かわいい！さあ、やった！ようやく、いい思いできた。はい。まあ、天井、前回のガチャ天井だったからね。うん。まあ、今回天井行かずになんとか、はい。サレンの水着ゲットすることができました。うわ、これちょっと早速使おう。はい。ほいじゃ皆さん、またね。バイバイ。眩しいね。本当にサレンさんはもうね、これすごく眩しい。いろんな意味で眩しいね。私はもう常に画面中央凝視してますけどね。あれは眩しいよ、みんな。次のガチャは多分当たらないね。